それと話は変わりますけど、先の米朝首脳会談ですね、この合意、比較の合意をめぐってどういうふうに評価されますかね。それはあったということに意義があるのであって、それ以上でもなければそれ以下でもない。ですか。それはそうだと思いますね。だって北朝鮮が言ってるのは朝鮮半島の非核化ですし、アメリカが言ってるのは北朝鮮の非核化ですから、全然違うわけですよね。で、朝鮮半島の非核化っていうのは在韓国連軍というか、つまり朝鮮戦争は休戦状態なので、その休戦状態というものがきちんと続くんだよねということをウォッチするための在韓国連軍で、それが平和条約というものが結ばれれば存在根拠を失うわけで、米軍は撤退をし、国連軍、つまり日本は国連軍とも地位協定も結んでいて、アメリカを含む11カ国それによって日本をベースとして行動する権利を有しているわけですよね。で、これも存立根拠を失うわけですから、それが全部撤退をし、当然核はなくなるというのが朝鮮半島の非核化であって、それアメリカはそんなことは飲めない。だから非核化についてもなんか前進があったでしょうか。私は会ったことに意義があると申し上げているのはそういうことです。米韓のですね、共同軍事演習が一時的に停止しそして将来的にはですね、在韓米軍の削減というものも視野に入れていると、まあ、トランプはその示唆しているわけですけど、これに対して自民党内部には懸念の声があるように伺っているんですけど、どんなものでしょうか。それはありますよ。当然ありますよ。でもね、私はトランプ外交っていうのは、トランプ氏が朝鮮半島から引くぞというようなことも示唆している、共同軍事演習は金がかかってたまらんねことを言っている。そうすると国務長官とか国防長官がそんなこと全く考えていない。一体誰の言うことを信用すればいいんだかっていうのは、ね、私はちょっとひどすぎると思いますよ。国防長官と話を詰め、国務長官と話を詰めても大統領の一言でみんなひっくり返るわけですよね。大統領は言うことがしょっちゅう変わるわけですよね。言って言葉の重みとかね、それは一体何なんだって気が私はすごく最近しますけど、ね、仮に在韓米軍が削減するということになると、日本の防衛安全保障にも大きな影響を及ぼしかねないと思うんですけど、それは在日米軍とセットですから、自衛隊、でそれは朝鮮半島から引くということになれば日本が最前線に立つわけですから、それは全く変わる、変わるんですね、のは当然のことで、でそうすると今の朝鮮半島に国連軍、まあ中核は米軍ですがね、それがいることでどういう防衛戦略が成り立っており、それが引いて日本が最前線に立つということは、どのように戦略が変わり、陸海空の自衛隊のオペレーションはどのように変わり、そのオペレーションを実現可能にする装備とは何であり、っても根本から変わるのは当然のことです。沖縄米軍もまたいろいろ変わってくる、沖縄基地の存在も変わってくるわけですけど、現在その、まあ、沖縄の軍事負担が非常に重たいということで沖縄県民は苦しんでるわけですけど、石破先生が、まあ、防衛大臣やっていらっしゃった時に、その、沖縄の基地を一部本土に移転するというような発想はございませんでした。それはありましたし、それは小泉政権の時からずっと続いていることです、小泉政権というより小渕政権、森政権、その前の橋本政権、だから橋本龍太郎総理は非常に沖縄に強い思いがありましたのでね、ですからクリントン大統領との間で普天間の返還という今まで誰も成し遂げなかった合意をするわけですよね。だから私が長官や大臣の時というよりも
それは自民党内閣として、うん、橋本内閣の時から連綿と本土に移せるものは移すと、うん、当然ではないかと、うん、いうことは永遠と努力して今日に至っています。ただ全然具体化はしてませんね。いや、そうでもないですよ。結構演習は本土に移してます、うん、あるいは舞台でも本土に移してるものありますので、うん、すいません、先ほどあの独立国のような憲法というお話をされていたことと、今あの石破先生がおっしゃった自衛隊は常に米軍とセットだとおっしゃっていたことが、私はこうあの重ならないなと思ったんですけれども、今後日本も在韓米軍が縮小していくように在日米軍が縮小していくというビジョンはないんでしょうか。それはアメリカの国益にかなうならアメリカはそうするでしょう、うんうん、どの国も自分の国益第一に決まってるんであって、うんうん、日本に米軍を置いていくことがアメリカの利益にかなわないと、削減してもアメリカの利益が損なわれない、うんうん、むしろ削減することがアメリカの国益であると判断すれば、うん、当然そういうことはあり得ることです。どの国でも独立圏国家であっても自分の国の軍隊だけで自分の国の独立が守れるなんてのはアメリカ以外にありませんって、イギリスだろうがフランスだろうがドイツだろうがそんな力を持ってませんって。だからヨーロッパは NATO という集団安全保障のシステムを作ってやってるわけでしょうよ、ね、だそういう形で自衛隊がアメリカとセットであるということと主権独立国家ということが矛盾するなんて私は言っていません、うん、ですけれども集団的自衛権が行使できないので、うん、日本のあらゆる場所に米軍を駐留させる義務を負うというのが日米安全保障体制でしょう、うん、主権独立国家のいかなる場所でも、うん、外国の軍隊を駐留させる義務を負うというのは主権独立国家とは違いますよねということを言っています。その象徴の一つが日米地位協定じゃないかと思うんですけど、このドイツとかイタリアに比べて管理権などの問題ですね、日本の立場は非常に弱いと思うんですけど、これは改善の、これまで一度も改善されてこなかったと思うんですけど、今後改善する余地があると思うんですけど、どうでしょう。それはあの運用の改善ということで今までやってきた、ですから、うん、日米地位協定というそれは全く手を触れることなく、うん、それをどのように運用するのか、うん、どういうような米軍の犯罪者をどのように取り扱うのかということで、それは随分と変わってきたと思いますが、日米地位協定本体は変わっていない。だから日米安全保障条約とセットの地位協定だから、安全保障条約が変わんなきゃダメだっていう人もいるんですけど、私はそうだとは思っていない。ですから対等な地位協定っていうのは韓国と比べてどうだとか NATO と比べてどうだとかいう話じゃなくて、日本における米軍の法的な地位と、アメリカに仮に自衛隊が展開したとしてアメリカにおける自衛隊の法的な地位、これが対等かどうかということが問われるんです。だけどもアメリカに今自衛隊は展開していないから、そういう議論は起こらないだけの話です。ですがこれだけ安全保障環境は激変してですね、日本とアメリカのいろいろなオペレーションの緊密性、これはさらに高めていかねばならない。日本はこれだけ国土が狭いですから、陸上自衛隊だろうと海上自衛隊だろうと航空自衛隊だろうと、海上自衛隊はちょっと違いますがね、特に陸と空は十分に訓練ができる状況が保障されていないであるならば、あの広大なアメリカで自衛隊が今でも訓練してますけども365日駐留をして訓練をするということは何ら憲法に反するものではない。そうするとアメリカにおける自衛隊の法的地位というのが問われるのであって、そこで初めて対等な地位協定って議論になるんでしょう。
ね、内政に、ちょっと話を向けまして、盛りかけ問題ですね。これ副総理がですね、これ1年間の、報酬の自主返納とか、それから佐川、前理事局長の3ヶ月程度の停職ということで、まあ、財務省の方は、決着させて、これによってその幕引きを図ろうという動きがあるわけですけど、この問題に対して、これは本当にその政治的に、政府としては政治的なその責任はこれで果たしたのかどうかということですね。でそれは国民が判断することでしょう。政府は果たしたと言って言ってる。ただその先生はですね、この加計学園の加計幸太郎をですね、国会に呼んで、本人国会に呼べとは言ってないです。言われる。まあそのはっきりその説明することが、その、まあ、その切り離すというか問題をですね、明らかになるんじゃないかなというようなことをおっしゃってるわけですけど、やっぱり加計幸太郎というものをやっぱり意見を聞く必要があるということでしょうか。それは問題の核心はそこにあるんじゃないですか。ですからその会ったとか会わないとか、総理と会って総理がその構想はいいねと言ったと、それが愛媛県に伝えられたと、実際に会食して具体的にそれが話題となって総理がいいねっておっしゃっておられますよっていうのは、それは県にとっては大変な援軍みたいな話ですよ。そうなんだ、総理もいいとおっしゃっておられるのだと、加計さんと会ったのだ、そこでいいねとおっしゃったのだ、よし頑張ろうってこと普通なるじゃないですか、世の中の常識ですよ。でもそれ会ってない、なんでじゃあそんなこと言ったの、私が嘘を言いましたつって加計の事務長さんかなんかおっしゃってるわけで、みんななんか変だなと思ってるわけですよ。だったら加計さんが、いや会ってません、安倍さんと会ってはいません、安倍さんからいいねなんて言葉は会ってもいないんだからあるはずがありませんと言えばそれで終わることじゃないですか。なるほど。それに対して安倍さんの方も、そういう話を出されて何の、釈明というかクレームをつけてませんですね。普通であれば怒ると思いますけどね、私の名前使ってなんだと、これが、ね、今度遊びに行こういいね、そんな話じゃないですか、それは、ああいうその学校を愛媛県に作るにあたっては、多額の公費が投入されているわけであってね、遊びに行く約束でいいねとか、そんな話してるわけじゃないんだから、そういう県民、国民、この税金を使うにあたって、自分の発言が引用され、会ってもいないのに会ったと言われ、それは個人的な友情関係とは別だと思いますよ。それは、そこは峻別しないと政治がおかしくなりますよ。これに対して、まあ、委員会を設けようというのは、小泉進次郎氏とか、他の人も主張されていますね。だから小泉氏が主張し、国会委員会も受けるべきだと、ですからこう予算委員会を開けばこの話ばっかり、でこうもう膨大な時間が費やされ、そこで何かこう生産的な議論が行われたわけでも何でもなく、それは人口急減とかね、安全保障とかね、社会保障とか、そういう議論をするために予算委員会ってあるんですよ。だからそういうようなことはもうやめようと、これ予算委員会、予算委員会、他の委員会もちゃんと動かし、森友加計の問題は特別委員会でちゃんとやろうと、他の委員会に影響を与えるなという考え方を小泉さん述べてるわけで、それも一つの考えなんでしょうよ。それをどうするか、野党がそうだといいですね、自民党がそうだと言えばできる話であって、私はそうあってもいいと思いますよ。それ一つの断定はしませんが、ね、はい、先生はその地方創生担当大臣をなされてですね、まあ、地方の
再生の創生ですか、地方 の, その潜在力を引き起こそうと引き出して、それで地方を活性化するという、政策を取ってこられたわけですけど、この今の、地方の疲弊化、をですね、これを再生するためにはどういうことがまず必要でしょうか。つまりかつてのようなその公共事業とか、それから企業誘致というものを望めなくなったわけですから、地方の、地域の地域おこしのためには国が何ができるかということですけど、どう考えでしょうか。地域の振興は地方がやることで国がやることじゃないですよ。ただその場合財政とか地方分権の問題とかというのは絡んできませんでしょうか。もちろん絡みますが、地方分権が行われない限り地方は発展しないのかといえばそうではないでしょう。それは公共事業だってこれから先もやります。ミッシングリンクの解消とか老朽公共建造物の補修とかやんなきゃいけないものいっぱいありますから。ですけども、それだけで地方の振興はありえないのだ。製造業をはじめとするものづくりだって農林水産だってやんなきゃいけません、だけどもかつての家電や自動車のように同じものを安くたくさん大勢の人でっていうモデルはもはや成り立たないのだと。そうすると農業であり漁業であり林業でありサービス業であり、どうやって生産性を上げるか、生産性を上げるっていうのは付加価値を増すってことですから、誰も望まないものを作ってみても、誰も望まないサービスを提供しても付加価値は1円も上がらないのであって、どうやったらば人が望む製品ができるか、どうやったら人が望むサービスができるか、それは政府がやることではないでしょうよ。政府がやることはそういうものに取り組む地方や企業に対していかにして税とかそういうものでインセンティブを与えるかということなのであって、国が魔法使いみたいに何でもできるわけではありません。でもこの増税というものは問題がですね浮上してくると思うんですけど、先生はその来年の、10月の再増税についてどういうご見解でしょうか。だから増税そのものは必要です。増税というよりも、安定した税収が得られる所得税とか法人税は景気の動向によってものすごく税収が増えますから、消費税は景気の動向に関係なく安定的な財源が得られる、税収が得られると。でものすごく振れ幅の大きい所得税や法人税という直接税にこれから先も社会保障を委ねるということはありえないので、したがってどの国も先進的な社会保障、つまり高齢者の増加に対応するために間接税、日本で言えば消費税を導入してきたわけで、それが上がったらば景気が悪くなるっていうことは一体社会保障どうするんですかということに答えを出さなければ無責任な話なんですよ。しかし消費税はガンガン上げて景気がどうなってもいいって、これも多分責任の話なのであって、いかにして消費税率を上げるための経済環境が整えられるかが大事であって、消費税上げる上げないの議論ではない。上げなきゃいけないのは決まってる。それを可能ならしむる経済環境をどうやって作るかに議論は集中すべきでしょう。なるほど。現時点ではその環境は整ってないということですよね。それは、の企業の収益というものは史上最高益だが個人消費が上がらない、これはなぜなんだろうねということを考えたときに、それを企業が史上最高益でも個人の収入がまだまだ上がらないよねということなのではないですか。なるほどね。ですからそれはそれぞれの人々の収入というものが上がっていく、これは話は全部そこへ戻っていくんですけども、それぞれの人たちがいかに付加価値を生み出すかだということ、そうすれば当然収入は上がるわけです。そういうふうにして考え方を変えていかない限りはそれは日本は変わらないでしょう。それぞれの収入が上がっていく状況をどう作るかであって、
で消費の動向も安いから買おうではなくて、お金を出してもこのものが欲しいねというふうに変わっていかなければデフレなんて止まらないに決まってます。すいません、よろしいですか。最後にですね、総裁選に臨むにあたってですね、仮にそのどういったことを主張訴えていきたいとお考えですか。それはまだあれですよ、総裁選に出ると明言をするときに申し上げます。現状ではまだ明言が、それはまだ国会やってる最中ですから、ね、うん、国会開会中は総裁選に出るということを前提にものを申し上げない。これはずっと一貫しております。わかりました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。